はい、こんにちは。今日はですね、キャノンの EOS R で情報の表示の変更の設定の方法を説明したいと思います。前回ですね、EOS R のこのファインダーの中の表示の変更の方法を説明させていただきました。今回はモニターなんですけども、方法はすごく似ております。インフォっていうボタンを押すと、ここのパネルのね、情報を変更することができます。このように変更にして自分がね、見やすい、その場の状況によって見やすい情報に変更することができますので、ぜひ活用してください。で、まずその設定の変更の方法なんですけども、ここのカメラのアイコンとか AF とか書いてる一番上のスパナのマークを選択してください。で、そこの下の4番ですね。4番で、撮影情報の表示設定っていうのがありますので、モニター情報表示カスタマイズっていうのがあります。で、ここを選択することによって、どのような表示が表示したいかっていうのを選ぶことができます。全部入れたいっていう場合は全てチェック入れてもらえればなというふうに思います。で、その表示はいらないっていうのはもうチェック外すと表示されない設定になっております。設定が完了したら OK を押してください。その次にグリッドですね。グリッドを選択することができます。このグリッドを選択することによって水平や構図などをね、決めるときに役立つものなので、もし表示したい場合は設定することができます。そうです。今このようにラインが入ってます。これがグリッドになります。ヒストグラムですね。このヒストグラム、輝度と RGB っていうものがあります。まずこのインフォを押していくと、このような画面があります。これがヒストグラムになります。その表示したいのを、輝度にするか、それとも RGB にするかっていう選択をすることができます。で、表示サイズが小さいのか大きいのかって選択することができます。このようにして、インフォを押すことで、いろいろな表示を変更することができて、その場のシチュエーションに合わせて、表示させたり、またさせなかったりってすることができますので、ぜひ活用していただければなというふうに思います。今日の説明は以上です。ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。